北東力英二は、栃木県那須郡黒羽町出身で八角部屋所属の元大相撲力士。本名は木村秀樹、愛称は力。身長182センチメートル、体重153キログラム、趣味は音楽鑑賞。得意技は突き、押し。最高位は西関脇。引退後は年寄谷川。タクシー運転手の次男。東京都大田区に生まれ育ったが、両親の出身地である、栃木県那須郡黒羽町を出身地としている。釣りやザリガニ釣り、夏には、花火と自宅の目の前を流れる多摩川を満喫して幼少期を過ごした。両親の故郷である黒羽町にも頻繁に行き、川遊びを楽しんだ。小学校低学年からソフトボールを始め、高学年は野球部に所属していた。那須の澄んだ川と多摩川を交互に見ながら、すくすくと育ち野球チームで活動。牛乳は1リットルを一気飲み、焼肉と共に白米を一升平らげるなどして、体を作り、中学校の制服は2年時には入らなくなり、新調した。中学でも野球部に所属する傍ら、父親の勧めで、中学2年から柔道もしていた。柔道は勝ったことがないし、ルールも知らなかった。一方、喧嘩やいたずらをすると、父から厳しいげんこつを受け、時にボコボコに殴られてもげんこつには愛情があると信じていたためその場から逃げたいとは思わなかった。父から厳しくされた経験は相撲に生かされた。それまで相撲の経験はなかったが、中学2年生の夏に近所の銭湯、相模湯で建築業を本業とする竹村源英という名の九十部屋の関係者に、いい体しているね、相撲やってみないか、と、スカウトされたことがきっかけで入門した。風呂から上がる前に、木村は、やりますと答えたのだが、進学させたいと思っていた両親は、反対した。しかし竹村は、若の富士、大富士、高の富士と、私がスカウトした人は全員関取になっています。息子さんは大きくなる。必ず関取になれますからと両親を説得した。1993年3月場所、初土俵。同期には、後期は、朝日南海、こと、春日、龍鵬、若天狼、若うさぎ馬らがいる。部屋付けの当時、北東海親方の内弟子として、北東力の四股名をもらい、八角部屋を創設すると、他の内弟子たちと共に移籍した。2002年1月場所、塩丸と共に十両昇進。父は、英二が関取になるまでは死ぬわけにはいかないと最後までつぶやいていたが、十両昇進の半年前に死去しており父が生きている間には間に合わなかった。十両昇進後の1月3月場所ともに2桁勝利を収め、わずか2場所で2002年5月場所に新入幕。同年5月場所は11勝4敗という成績を上げ、敢闘賞を受賞。2004年5月場所。3大関全員に勝ち朝青龍の連勝を35でストップさせる大活躍の場所となり13勝を挙げ決定戦にも進出、殊勲賞と敢闘賞を受賞。2004年7月場所に新関脇に昇進、しかしその場所は3勝12敗と大敗。三役はこの1場所のみで小結は経験しなかった。好不調の波が激しい力士で、大勝と大敗を繰り返し大きく番付を動くことが多い。2006年は特にその傾向が顕著であった。2006年1月場所も12勝と活躍し3回目の敢闘賞を受賞したが、翌場所は1勝14敗とまたも大敗した。2007年1月場所には十両落ちも経験した。横綱審議委員会稽古総見での北東力関2009年3月13日付で、年寄名跡、谷川を取得した。2009年7月場所に2度目の十両陥落となる。2010年9月場所の12日目の全頭5枚目、後見性戦の立ち合いの際に、対戦相手の肩に顔面を強打し、土俵の真ん中で脳震盪を起こして倒れてしまう。すぐに意識は戻ったが、その場所の残り3日間と、翌場所と、翌々場所を休場する羽目になってしまった。この連続休場により2011年5月、技量審査場所では幕下に陥落した。2011年5月14日、10年前から痛めていた首の状態や、医師から相撲をやめた方がいいとの進言もあり、引退、年より谷川を襲名した。同年7月場所9日目、NHK 大相撲中継に向正面解説として初登場した。朝青龍の土俵入りでは、後ろで横綱の筋肉のつき方や動きを凝視していたことや、後見生とは親しい友人だったが、後見生の優しい性格を知りすぎてしまうと取り組みで、自分の力を出し切れなくなると思い、あえて距離を置いたなど、現役時代の無口なイメージを払拭するようかのように、エピソードを披露。話の組み立ても上手であり、わかりやすい解説を行った。実況担当の狩谷藤優アナウンサーも、その研究熱心さに驚いていた。2018年6月、八角部屋から古巣でもある九十部屋への移籍が発表され、現在は、九十部屋の部屋付き親方として力士の指導に当たっている。立ち合いからもろ手でついて、喉輪からそのまま一気に押して出る怪力型の取り口。壺にはまれば、電車道で勝負を決める豪快な相撲を見せた。その一方で、四つ相撲は増え手であり、一度組まれるとなす、術がなく負けてしまう場合がほとんどであった。また、腰が硬く胴が短い体型のため腰高な仕切りになり、立ち合いの不成立を繰り返し、審判からの注意や観客からのブーイングを受けることも少なくなかった。土俵上では感情を顔に出さないポーカーフェイス。目標は横綱、いつも15戦全勝するつもりで取っている。この世界に入った時から優勝を目標にやってきたと強気に公言していた。自己最高位タイの西前頭筆頭で迎えた。この場所は4日目まで。大関戦3連覇など連勝を重ねた。しかしその3番すべてで立ち合い突っかけてしまい、審判部に呼び出され注意を受けた。好調は続き、迎えた35連勝中の横綱、朝青龍戦、2度の突っかけに、横綱が精彩を欠いたか、引いたところを一気に出て押し倒す、大金星を上げ、両国国技館に座布団が舞った。その後4つに組まれた相撲で1敗を喫しさらには2度目の注意を受けた。当時連勝街道を爆心していた朝青龍を止めた功績は大きかった。千秋楽勝てば優勝の一番、この場所新入幕の前頭16枚目白鵬戦、相手がなかなか手をつこうとせず、じらされて低く立ったところを注文相撲で敗れ、朝青龍との優勝決定戦にもつれ込んだ。諸手突きを止められ、諸差しを許して万事休す。なお決定戦では呼び出しに誤って、地を北東力と呼び上げられてしまった。7月場所、関脇に昇進したが、3勝12敗と大きく負け越し、前頭6枚目まで降格。9月場所でも5勝10敗と負け越し、前頭11枚目まで陥落し、2場所で12枚も番付を下げてしまった。引退会見でも思い出の一番として、この場所の朝青龍戦を挙げた。ありがとうございます。